粘り強いですね。はい。早田一生粘り強いんだ。彼のことを知ってる。彼言える。そういうキャラクターですね。絶対諦めないですからね。ライトリーがちょっときつそうなバックショットも捉えていました。さあメイン集団ももうここは一気に上がっていきます。もうちょっとね、上り口の雰囲気が先ほど全然違います。小さな里があった。この里には大層シラサギが多くて、里人たちもこのシラサギを追ったりいじめたりせずに、その美しい姿を眺めては仕事の疲れを癒やし、またシラサギたちも田んぼで餌を食っていたり川で遊んだりして仲良く暮らしておった。ところがある年のこと、この里をひどい日照りが襲った。それまでは